立憲民主党が岸田内閣に対する不信任決議案を衆議院に提出しましたが、与党と一部の野党が反対し、否決されました。午後に開かれた衆議院本会議で、不信任案を提出した立憲民主党の泉代表は、国民生活を無視、国民には負担増を強い、そして防衛増税。 さらには社会保険料の引き上げ、子育て政策は不十分、こうした岸田政権に、私たちは不信任案を提案いたします。これに対し、与党はこのののようなな日程にに終始したり不信任は、時代に全くそぐわないものであります。採決では、維新と国民民主の一部野党も不信任案に反対し、 反対多数で否決されました岸田総理大臣は今国会での解散は見送ると表明していて国会は会期末の21日に閉会する見通しです。